お疲れ様です今回はですね、映画の作品紹介をしたいと思います。まあ、正確に言うと映画ではなくて、ネットフリックスで全5話で展開されているドラマになります。いや、これもね、さすがネットフリックスだなと思うのは、5話とかね、7話でまとめているってのがすごく絶妙で、これ一気に見れちゃうんですよねえもちろんね。 5話とか7話を一気に見るのにはそれなりの時間かかりますけどもそうですね休日の1日があればもしくは次の日がお休みであればまあ夜更かししながらってところで一気に見れちゃってでなんか気を持たせる展開ってないんですようんだからどん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 問題が次に進んでいって解決また新しい問題解決新しい問題って感じでハラハラドキドキさせるんですねで今回私が紹介したいのはトゥルースつまり正体 本当、真実っていうね、いろんな意味がありますけども、日本語訳では正体って書いてますね。で、こちらの方がね、どういった内容かっていうと、右側にいるのが今回の主人公です。この主人公が、人を殺した犯人という風に間違えられて、で、真実の訴えも届かずに、死刑を言い渡されてしまうんですよね。で、自ら自分の無罪を、 こう、勝ち取るために、脱走して、いろんなところに潜伏しながら、少しずつ自分の無罪を、こうね、報道する場面を探すんですよ。で、今、この画面見てあいているのは、潜伏先の、まあ、土木関係の仕事です。で、この主人公が働いている会社の先輩が、この方ですね。で、元受けの会社が、 この、ちょっとね、偉そうなブルゾン来てる方ってことになります。よくある構図ですよね。元請け会社に逆らえない下請け会社。その下請け会社の新人ということで、まあなかなかね、辛い目に遭いながら、それでも、この職場の下請け会社の権利を主張するために、本来なら自分があ、自分自身の無罪を主張するためにね、法律の勉強をしていったんですけども、この職場の おかしな関係、パワーバランスを、まあ、紐解いていって、法的にこの悪い立場をね、えー、なんとかしようっていうことで力になる。まあ、そういった形で信頼を勝ち取っていくんですよね。まあ、それはそれが目的じゃなかったんですけども、目の前に困ってる人がいるんで、これはそうじゃないよってことを主張してね、結果的に、えー、自分の働かせてもらってた会社に、えー、恩返しをするって形になります。それで横暴な元会社に一杯食わせるって話なんですよね。 ま、これが第1話なんですよ。で、この職場にいられなくなっちゃったもんですから、やっぱり次の、あのー、現場に移っていくと。この会社を辞めて、次の職場に移っていくって形で、点々としながら、新しい人との関わりの中、新しい仕事の関わりの中で、えー、まあ、誠実にね、自分を取り囲んでくれる人に向き合っていく中で、1話ごとにね、出てくる人の、要するにサブメンバーっていうんですかね、 主人公を応援する人を、こう、一話ごとに作っていくって話なんですよ。確か第二話はね、痴漢冤罪に間違えられて立場を失った弁護士さん。その弁護士さんが、あの、自殺をしようとしてるところに出会うことによって、あなたの無罪を私は信じますよと。信じてくれない辛さは私も分かってますみたいな感じで、共感するんですよね。で、その弁護士さんも自分を信じてくれる人が見つかったということで、まあ持ち直しながらね、 えー、この、主人公の問題解決にも立ち会っていくって形になります。そういう風にしてね、ある時は宗教の現場で働きながら、その宗教の闇を暴いたりとかね、ある時は介護施設に受け入れられて、介護施設の中で、重要な証言者に出会うとかっていうことをね、繰り返していくんですね。私も一気に見てしまいましたけども、最後は、あの、法廷での、 一幕になります。そこでも本来ならね、二点三点して、なかなか無罪が勝ち取れずに、まあ上告したりね、控訴したりみたいなことで、えー、10話とかね、12話とかっていうのを持たせるんでしょうけども、そんなことなくて、一回法廷が開かれると、そこで、えー、まあ判決をね、どう出すかっていうのが出て、これがまたいいわけなんですよ。<laughs> で、私もね、あの、こうやって、長い人生の中であ、何件か裁判に関わったことがありますけども、うん、やっぱりね、 裁判を受ける方としては、被告でも原告でも、自分の人生がかかったドラマなんですよ。でも、裁判を仕切る裁判所としてはね、本当に毎日裁判があるんで、淡々と仕事のように過ごしていくんですよね。だからそこにはな一切の感情もないし、本当に流れ作業なんですよ。まあ本当にね、職業として、人の人生を扱うっていう気持ちがあるんだろうかっていうふうに思う方がいらっしゃるのもわかるんですけども、その中で今回はね、 あの、現実ではほとんどありえないんですけども、最後に判決を出した後に、まあ裁判長がね、他の裁判官と共に、ええー、まあ言葉を付け加えるんですけども、そこが本当絶妙のラストシーンになっていたかなというところでございます。はい、ネットフリックスで一気に見てしまいました、えー、正体、ね、トゥルースというドラマですけども、いや、非常にいいキャストとスピード感のあるドラマでね、ええー、本当に一瞬で 見終わってしまったかなっていう感じでございます。ネットフリックス。ぜひね、契約してない方は契約してちょっと見ていただきたいかなと思いますね。えー、それではありがとうございました。